はい、どうも世界一ストイックな怠け者テケテケです。はい、そしてリシちゃん、まあ、昨日ガチャに並んで、まあ、もう完全にぶっ壊れキャラクターであると、まあ、だいぶはっきり言わせてもらいましたが、まあ、今回の収録では、まあ、このリシちゃん、まあ、昨日の映像では、ハイカキン同士の戦いでのパフォーマンスをお届けしていましたが、はい、今回はハイカキンサバじゃなくて、はい、こちらのある程度奥義の解放具合なんかも現実的な検証サバで、はい、リシちゃん投用してプラス7覚醒までしてきました。はい、装備セットとしては、まず今回は、深淵1の声援2、日月3というような装備セットで、宝石なんかはもう、知力と、砲術貫通と、最大攻撃力、そして会心地、まあ、この4つが、リシちゃんの場合はデフォルトになりそうですね。まあスキル2の最大攻撃力ベース防御無視攻撃があるんで、最大攻撃力は絶対つけておきたいのと、同じくスキル2のその防御無視攻撃ではクリティカル絡めるのが難しいので、会心値も上げておきたいと。で、耐久面に関しては、まあ HP、体力、物理防御力、回避になってますが、まあここは回避だけじゃなく、まあ砲術防御の宝石でもいいかなと。まあ今回ちょっと、重宝なんかの残影もつけてみようかなと思ってるんで、回避も少し意識してみました。はい、細かいステータスはこんな感じで、だいたい1900万ぐらいの戦力値でやっていきたいと思います。はい、今回のデッキ構成としては、リシが開幕動いて敵陣に燃焼と封印をばらまくことで、まあ、このキャラクター獅子ダメージ無視する際に敵陣に燃焼か封印状態のキャラクターがいないと抗議状態になってクリティカルダメージカットできないので、まあ、本当は巴御前いるんでね、巴御前なんかをデッキに入れて封印とか燃焼が敵陣からなくならないように調整したかったんですが、まあ、今回はあえてなしで、まあ、このキャラクター一体だけで封印だったり燃焼を賄う形にしました。まあ、スキル文言的には罪悪燃焼や罪悪封印である必要はない風に書いてあるんで、まあ、ホレンシとかでも OK ですけどね。はい、であとは大谷氏とリョフちゃんがいるということで、まあまあ強いデッキです。これは大谷氏が1660万、リョフちゃんが1100万と、はい、いう感じで、ちょっとまあ現実的というよりはその1個2個先ぐらいのデッキといったところでしょうか。なんでまあちょっと遠いなと思う方は差し引いて見てもらえれば嬉しいです。さあ、ということでスケージーメンバーと戦っていきますか。じゃあ始めましょう。何やら早速対策らしきものも出てきてますね。さあ、ちょっと見ていきますか。どんなデッキが組まれたのか。さあ、まず竹内さん負けるもう結果がシンプルに分かりますね。ちょっと見ていきますか。さあ、同じく封印のネロが前衛にいて、はい、ハンニバルがいて、あ、モルドレット2500万、めちゃくちゃ格上で、しかも賞1400万とバッファーが出てきて、はい、最上義明1800万まで、これも格上ですね。だいたい1900万ぐらいか。いや、これ普通にやったら勝ち目ないですが、これに勝っちゃったってことですか。ちょっと見ていきましょう。さあ、スキル1、罪悪燃焼とかがばらまけるかどうかが大事なんですが、モルドレットにしっかり燃焼と封印つけましたね。ただこれがなくなると抗議状態になれなくなっちゃうんで、結構今不安定な状態ですね。はい、まあ、ここら辺の育成体だとハイカキンと違って副所の入れ替わり激しいんで、場に燃焼と封印を残せるかどうかが結構難しかったりするんですよね。はい、もうほとんど燃焼状態や封印状態のキャラクター敵陣にいなくなってしまいました。さあ、モルちゃん封印でしっかり足止めして、砲術バリアも壊れてますね、しっかり。ただリシに関しても足止めで動けませんでした。まあこうやって戦ってみると、やっぱりもう1体ぐらい燃焼と封印ばらまくキャラクター欲しいですね。これモルドレッドが剥がれたらおしまいですからね。大谷氏が剥がしちゃいました。さあ、実際の運用ではこういうことが起きるんですよね。特にここら辺の育成体だと。さあ、これでも耐久作っていけるか。スキル2、攻撃力ベース防御無視攻撃。さあ、燃焼も封印もないんで、生後援護剥がしながら殴ることができ。はい、モルドレット落としちゃいましたね。まあ、それはそれで強いんですよね。さあ、あとは最上義明だけということで、まあ、リョフちゃんも出てきますが、リョフちゃんのダメージはあんまり最上受けず。やっぱりここは李氏のスキル1。おっと、燃焼と封印つける前に落としちゃいましたね。もう単純にスキル1の知力値ベース防御無視攻撃がトップクラスに強いですからね。はい、知力値パッシブないので少し心配される声も上がってましたが、まあ基本知力値ベース防御無視攻撃は通りますね。はい、ということでまさかのこの前まで一番流行ってたモルドレット・モガミペア、割と難なく突破してしまいました。じゃあお次、マリカさん行きましょう。おっと、これは反射デッキ。本田忠勝、総人の文を祝勇とパッシブ反射持ちキャラクターで、ナタがいて、はい、応援ハンニバル2500万、めちゃくちゃ硬いハンニバルで、重宝が出てきて、はい、昭和からのカノエトク1600万、タワルトータ1850万と。いやー、なるほど。前衛反射キャラクターにして反射ダメージ与えながら、罪悪燃焼や罪悪封印なんかは、ここら辺のキャラに落ちてもらって場からなくす作戦ですね。あ、これ一つの対策としてありえそうですが、さあ、それでどうなるか、果たして対策しきることができるのか。はい、ナタに対して連撃していって、はい、レンゲ状態のナタにしっかり燃焼つけましたね。さあ、この燃焼がある限りは抗議状態慣れちゃいますが、どこまでナタがこの燃焼を保持するか。まあでもやっぱりここら辺の課金帯だと、もう1体ぐらい燃焼か封印ばらまくキャラクターいた方が利子的にはありがたいですね。まあスキルに攻撃力ベース防御無視攻撃打っていきたいんで、できれば燃焼ばらまくキャラクターなんかがもう1体いると、利子としては抗議状態張りやすくてありがたいんですかね。さあ、ナタ狙っちゃってますね。はい、ナタ倒しちゃうと燃焼がなくなっちゃいますが、ギリギリ残りました。あれ、陽線入れてましたっけ、私。あれ、陽線出てきたな。
あ、なんかいじってる間にミスがあったかもしれない。はい、ただタワルトとの攻撃なんかももう弱い子がいないんで、でしかも残影で避けちゃってますね。いや、物ともしない感じですね、これは。はい、2巡目スキル1打っていって、連撃からの範囲攻撃で燃焼と封印をつけていきますが、エイトクちゃんが復活で剥がしましたね。ただトータに燃焼が残ってると。はい、父ダメージ虫キャラクターは罪悪状態抱える形になるんで、ここで落ちますが抗議状態入って、ここから全カットと。いや、これはあかん本当に。でこっちの攻撃はしっかりトータに取って、難なく撃破と。あ、まあ、強すぎるなこれは。いや、ここ陽線入れちゃってましたね。はい、ちょっと呂布に戻しましょう。てか大谷も外して定負ぐらいにしときますか。で、あと義経ちゃんとかバッファー入れて、はい、もうこんな感じでいきましょう。じゃあ花さん行きましょうか。さあ、ガラハット1200万の陽線2100万いますね。はい、ちょっと陽線どうなるか今回楽しみですね。そして3100万の大谷、いや、これはだいぶ格上ですが、さすがに無理じゃないか。はい、エビちゃん1000万がいたり、テフ HP 2000万がいたりと、呂布ちゃん1000万もいますね。さすがにだいぶ厳しそうですが、まず大谷どうか見ていきましょう。さあ、ガラハットに受け止められて、はい、罪悪燃焼と封印、陽線に封印かかっちゃいましたね。白バフ減らしが得意なキャラクター。いや、これ封印かかっちゃうと陽線としては辛いですよね。いや、今回立志の白バフをいかにして減らすかちょっと見たかったですね。さあ、立志の噴書に援護と残影つけて、もう硬さとしてはバッチリですね。これで抗議状態で戻ってきて、この後のダメージは全部ノーダメージと。剣帝の七星つけて、スキル2の攻撃力ベース防御虫攻撃、威力めちゃくちゃ上げてきますね。さあ、ただガラハットが死亡したことで味方全体に生後援護ばらまけたんで、向こうも耐久力上がってますね。これは特に大谷生後バフめちゃくちゃの量積んでますね。はい、耐えきられてしまいました。さあ、そしてこちらもだいぶ人数減ってしまってますが、はい、抗議状態入り直して大谷のスキルに受けてきますが、レベル差でこっちがだいぶ負けてるんで、これはクリティカル連撃になるんじゃないかなと思ってます。であればスキル2全部受けても、はい、ものともせず、あ、たまに赤出ちゃいますね。さすが大谷、クリティカル補助がないキャラクターなんで、スキル2で少しダメージ受けましたね。大谷こういうところも今回うまく働いちゃってますね。はい、一つ対策として、まあ大谷の連撃なんかは今致死ダメージ消費するのには一役買いましたね。さあ、抗議状態終わって、はい、この後スキル1先手で打っていけますが、いや、さすがにだいぶ苦戦してますね。また大谷に燃焼と封印つけて、お茶を濁してる間に、今度呂布ちゃん出てきちゃいましたね。いや、ただ筋力値ベース防御虫攻撃にさすがに強いですね。霊を割って神髄共鳴スキルでも固定値買ったって、足止めしてる間に、はい、スキルに打っていって、もう落としきれませんでした。はい、そうなってくるとさすがに負けますね。まあとは言ってもこれだけの MR 格差がある中でめちゃくちゃ善戦しましたね。うん、十分強い。こっちにも大谷いたらおそらく勝ってましたね。じゃあウィニーさんいきますか。はい、小1100万のハンニバル1360万、ナタ600のテーフが HP1800 万、あ、で本命2名の1877万、はい、2名スキル2で白バフターン減らししてくるんで、いや、これちょっと怖いですね。で、やっぱり立志対策としては前衛になるべく強い子を置かず、はい、燃焼1枚しかここ残ってませんね。はい、もう抗議対策がさすが SKG メンバーみんなしっかりされますね。いや、もっと燃焼残したいですが、ここら辺の育成隊だとやっぱりすぐメンツが変わってしまうので、そうもいきませんね。さあ、で最後の抗議状態のハンニバルに対してもミスが起きてしまうのと、やっぱり落としちゃうと燃焼つかなくなっちゃうんで、はい、これでもう抗議状態になるのがだいぶ絶望的になっちゃいました。あー、からのニミエ白バフ減らし、いいタイミングで出てきますね。いや、これはめちゃくちゃうまく決められた気がする。いや、さすがウィニーさん。はい、あ、白バフめちゃくちゃ減らされてますね。はい、噴書がもうなくなっちゃいました。いや、うまい、めちゃくちゃうまい。はい、ぶっ壊れキャラクターって言われてますが、まあ、こんな感じでしっかりした弱点を狙っていけば意外と落とせてしまうと。はい、約同格の2名にやられましたね。いや、これはお見事。はい、じゃあリンリンさんいきますか。ハニバル1400万で戦かつで、また反射からフォート2200万、めちゃくちゃ格上、モガミも2000万と、テーフに関しては HP2800 万とおかしな HP になってますが、まあ、あと後ろ、まあ、当該とか、まあ、バッファーが出てきて前にいる子たちを守っていくようなスタイルですね。この水木入れてるあたりもうまいですね。状態状態性が低いのを利用して流血プラス援護状態になれる水木、めちゃくちゃハマりそう。さあ、当然見ていきますか。さあ、まずハンニバル落とせるか。レベル差だいぶありますね。ミスが普通に出ちゃいますね。はい、しっかり援護をつけて、硬さはこれで十分。はい、水木の撃砕と流血両方食らいましたね。いや、狙い通りやられちゃってますね、これは。はい、あとは場からこんな感じで罪悪燃焼なくなればもう抗議使えなくなるんで、いや、さっきからみんなめちゃくちゃうまいな。はい、綺麗に敵陣から罪悪燃焼なくしてきました。はい、ただ火力が化け物と。
4回復活はできるんで、あ、講義があるな。あれなんでだ、あれ今講義ありましたよね。あ、リシいた。ちょっと待って、話が違うぞ。めちゃくちゃな不意打ちしてきたな。はい、リンリンさんに騙されました。じゃあマリさん行きますか。はい、前衛。はい、やっぱり反射キャラクターのコーソンさんとか、死亡自反撃の大鬼人、同じく死亡自反撃の卑弥呼、はい、復活で燃焼を剥がせる関心、生後援護化もできるんで、これも反射キャラクターで、パッシブ反射の宿友、はい、応変にまたパッシブ反射の総人から天然ボケができるテーフと、完全に反射パですねこれは。あ、で最後モルドレッドが2500万でいると。もうだいぶ利子対策デッキですが、やってきますか。はい、今のところこちらやられてませんね。噴射10ターン残して、はい、前衛全部倒しました。まあただやっぱり燃焼だったり封印は敵陣に困りませんね。まあ利子がもし流行ったらこういう風な組まれ方する可能性ありますね。さあ前衛でしっかり回避上げて、はい、剣手の姿勢もつけて、スキルに攻撃力ベース防御無視攻撃、はい、蓄力もつきましたね。ものすごい良くなってます今。はい、めちゃくちゃ格上のモルドレッドを落としきれるか。 HP 一番低くなってるんで格好のターゲットですが、さあ一撃で落として戻ってきて、はい、援護剥がして落として、はい、また援護剥がして落としてと。いや強いわ。はい、結局モルドレッドを一挙動で落としちゃいました。はい、じゃあお次ミリアさん。ガラハット1000万のリコー1100万、おっと妖精が1200万。この妖精には生きててほしい。で大谷氏2000万格上からモルドレッド1400万。大谷氏モルド超高名でバッファーガートは並んできて、最後リョフちゃんが1200万でいる形。いやこれもだいぶ面白そうですが、見ていきますか。さあガラハットに攻撃受け止められて、範囲攻撃その後飛んでいきますが、まあいい感じにモルドレッド落としたり、はい、周り落としてきますね。あ、ガラハットが罪悪燃焼で自滅しましたね。はい、踏破でも罪悪燃焼カットできないんで、もろにダメージ取っちゃうんですよね。で、またお相手陣営に燃焼や封印ついてませんね。いや、やっぱりこれは、利子の耐久考えたら、燃焼キャラクター1体欲しいですね、お供に。まあ、封印でもいいですけど、封印だとスキルに火力落ちちゃうんで、燃焼の方が望ましいかなっていう感じ。は、重宝の不可視つきましたね。はい、知性までついて、めちゃくちゃ万全な形。さあ、スキル2。はい、ナタ狙っちゃってますね。7回攻撃なんですが、5回分ぐらいナタに吸われちゃいますね。さあ残った攻撃で大谷氏最大4ターン以下にして、利子の役割としてはおしまい。さあ今回主力リョフちゃんも大谷氏も抜いちゃったんで、利子1人でどこまでやれるかですね。まあ、今さりげなくモルドレッドのスキル2なんかも全部耐え切りましたね。はい、大谷氏のスキル1、はい、剥がし連撃、これちょっと痛いですね。いや大谷氏やっぱ優秀ですねこういうところ。はい、リョフちゃんも出てきて、今回抗議状態になれないんで、死亡した後ダメージ完全カットができませんね。はい、生後援護でなんとか対応してきますが、スキル2一回チシムシやった後、残影で避けれてるのが大きいですが、いやノーマル攻撃がやっぱ続きますね。レベル差あると親父スキル2でクリティカル補助ないんで、いやだいぶ復活使わされてしまいました。はい、あというか抗議状態じゃないから、クリティカルだろうがそうじゃなかろうが関係ないですね。普通に痛いです全て。はい、なんとか耐え切って5ターン目モルドレッド落として、はい、死亡時反撃、いや普通に食らっちゃいますね死亡時反撃。ただギリ耐えましたね。いやすごいなこの生命力で、親父落として勝ちと。いや勝つんかい。抗議によるクリティカルダメージ完全カットなくても、単純に4回復活で格上のモルドレッド大谷リョフちゃんトリオを倒しきっちゃいました。うん、ぶっ壊れだなこれは。お、ハチビーさん、妖精とモルドレッド、これが見たかった。妖精2100万、いいぞ耐えてくれ。前衛にナタ置いて攻撃受け止める形にしてるのもナイスですね。でまたパッシブ反射系キャラクターに援護をつけて、モルドレッドが2200万。いや基本格上ですね。で昭和とかバッファーが出てきて、最後テーフと。いやもうやれる対策全部やってる感じですよねこれは。さあとはレベル同じぐらいでどんな感じになるか。さあ攻撃ナタで吸っていって被害を最小限に抑える作戦。ただ一応範囲攻撃で燃焼だとか封印はばらまけるんで、妖精につきそうですね。はい、燃焼封印、あーまた封印ついちゃいましたね。ちょっと封印つかないバージョン見たいんで、もう一回挑みましょう。 20% の封印なんでつくの。はい、今度こそ OK。 はい、燃焼状態だけになりました。でその他のキャラクター全部落ちちゃうんで、やっぱりここら辺の育成隊同士の戦いだと廃課金と違って燃焼が場に残りませんね全然。あ、ちょっとテフ危ない危ない。はい、スキル1受けて、はい、抗議状態になりましたね。さあこっからはクリティカル攻撃に対しては無敵状態。はい、モルちゃんの連撃なんかも、まあ、残影もあって避けながら、しかもクリティカルダメージなんでノーダメージと。いや恐ろしい耐久ですね本当。さあ章を出てきて、はいはい、リシのスキルに、あーっと妖精がうん、こっち先手で落としちゃいますね。いやでモルドレッドも行くんか、この子はダメだ。じゃあ最後トモリさん行ってみますか。はい、テーフ前衛の反射系キャラ前出してきて、はい、応援でトモヨコゼンからタワラトータ1800万、あと白バフヘラシのカイサル1800万もいますね。さあどうなるか。はい、まず前衛はもう完全に対策されており、
はい、もう封印も燃焼もつけさせてくれないと。で、タワラトータ、一回血下目印まで持ってかれて、いや、これ、燃焼、抗議状態慣れてれば、全部のダメージカットなんですが、はい、させてくれませんでしたね。いや、これはめちゃくちゃうまい。で、巴御前が尊い犠牲になり、はい、ここで不可視つきましたね。いや、硬さ作っていって、はい、ここから挽回できるのか。お、カエサル。白バフ減らし、めちゃくちゃハマった。残り4ターンになりましたね。文章。はい、そしてスキル2の攻撃力ベース防御無視攻撃の威力がやっぱり強いですね、これが。で、コキビここで中途半端に出てきてしまったんで、スプラッシュ飛んできますね。さあ、これは痛い。が、ギリ耐えましたね。めちゃくちゃバフついてるんで、はい、援護と不可視と噴射で、ほとんどダメージカットしてますね。いや、耐えきっちゃったな。いや、超コメちゃんに、血死ダメージ無視1回使わされました。さあ、ただ、噴射、カエサルの影響で、はい、2ターン目行く前に終わりましたね。これ、スキル1で落としきれないと逆に負ける可能性出てきました。で、タワラがしっかり硬いですね。おっと、残して、タワラの反撃。これ MVP カエサルですね。やっぱ白バフ減らしが唯一大きな弱点になりそうですね、これは。で、まあ、タワラトータのスプラッシュなんかも弱い子がもっとたくさんいれば刺さるんですが、これぐらいの密度になってくると、で、しかも、援護とかつけちゃうとだいぶカット量上がっちゃうんでね、あんまり効きませんでしたね、今回。はい、として、あ、確かにまあ、大谷氏いたら多分勝ってましたね、今のは。いや、でも、めちゃくちゃうまい戦略でしたね。はい、として終わりましょう。SKG メンバーのみんなありがとうございました。リシちゃんいかがだったでしょうか。まあ、分析動画通りぶっ壊れですね、これは。あ、ただちょっとやってみたいのは、今、結構このリシの装備をバリアまあまあ固めにしてあるんで、まあとてもそこまで硬くありませんが、これバリアなしとかにしたらどうなるか、時間が取れれば見てみたいですね。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。するOh, shit. Oh, shit.